赤い。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。良いか。一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北。捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮鼠は猫を噛むと言います。所詮ネズミはネズミだ。お前にできることは二つ。助けを求めるか裏切るか。あやつを知った今どう思う？私を殺さなかったのは先生を油断させる策や。帰り討ちにしてくれるわ。待ち伏せでなければ司祭を聞き、猛虎の企てを止めるため手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか？巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけは？あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。隠れておるやもしれん。あれが鳥羽。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は？石川先生。ジン。私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。分かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は？ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える？藩への仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします？しまった。もう米つけていたか。巴待て。ご主将大将。
罠を張るでない。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ、このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。麦谷を救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。猛虎の番兵、私がやる。ダーサー、ダーサー、ダーサー。ヤツとか。浜江の近道は分かるか？我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに。野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串に着く頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ、数が多い。行くぞ。でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっちへかがんで。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか？いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め、俺が見張ろう。日が沈んだ、行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ？敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人。消えるか、身を隠せ。看やがとも行く、ボスに見てくるよ。ダーゴロフ、なって、ボスソトン、エンデソノルセレムステバ。急
さむなよ、サカイ。先生、よく狙って。一夜、一殺。先生、鷹落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで、矢を放つときに。よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば、旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る？私が先陣を、後ろは任せます。要求しまった。三十一。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。信じるのは巴の復讐心。
なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。信じるか。信じるのは巴の復讐心。最後だな。まずまずの出来だ。巴はどこです？知らん。怪我でもしたか？巴！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか。そうかもしれません。旧兵を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では小麦谷には何がある？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。巴め、たばかりおったか。ですが、ウムギダニを救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけだ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められる。猛虎は内輪揉めをしてた。友田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそうだ。これは違う。これは違う。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都に着けるかもしれません。ああ、巴なら着けるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。